皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回からこちらオキシゲンノットインクルーディッド酸素がないをやっていきたいと思います。こちらのゲーム、スチームの PC ゲームとなっております。ただいま早期アクセス中なんだけど、日本語有志の方がね、日本語元の方を作ってくれたおかげで日本語化されております。さあ、それでは早速始めてみましょう。イメージとしてはね、テラリアのような 2D の世界にこう住民がいて、採掘とかね、こう指令を出して自給自足させていくゲームとなっておりますと。で、最初にね、乗組員が3人いるんだけど、能力をね、こうやってシャッフルして、まあ、好きな能力値のね、乗組員をこう探して、生活させていくことができると。で、こう結構ね、どれにね、長けてるのがいいかな。建築ありがたいけど、あ、これ結構いいね。ただもっといい人がいるかもだから、あ、この人いいじゃん。結構平均的だけどね。でもどれもプラス1とかだからありがたいと。そうだな。あと他にはね、これも、もうちょっと数値がある人、運動機械建築、あ、いいね。ランナー。あと他にね、数値が足りないのは、学習も足りないな。医療も少ないから、まあこの方でもいいかも。採掘もすごいいいしね。工夫の方、レベル9、ランナーレベル7、建築家レベル2と。さあ、この3人でやってみましょう。いやー、こちらのゲームもね、結構時間泥棒なゲームとなっております。さあ、やってまいりました。警告。あなたの乗組員たちは見知らぬアステロイドの地下深くで目覚めました。奇妙なことにどうやってここまで来たのか思い出せませんと、というね感じとなってるんだけど、ひとまずちょっとストップ。で、作業に関してね、まあ得意不得意があるので、まあ不得意なところに関してはね、もうこれちょっと命令をね、キャンセルしとこう。あ、料理はそうか、できる人いないんだ。じゃあ仕方がないな。2人はちょっと、まあ、料理、で、あとはちょっとできないところに関しては他の人がねできるので、まあまあ外しておきましょう。これぐらいで大丈夫かな。これでじゃあ一回ね行ってみよう。で、コロニーがね、ただいまこういう感じと、で、まあこういうね、マップになっているんだけど、一番最初にすることはね、まあいい食住なんだよね。なんだけど、最初にちょっとね、こっちの方にちょっと掘り進めようか。上の空間が空いてるな。こっちもちょっと上の空間空いてるな。ベッドをね、取り急ぎ立てたいんだけど、ベッドをね、そうだな、はしごを伸ばしていこうか。あ、そっか、今資源がないからダメなんだ。じゃあね、もう一回スタートしよう。で、資源をね、ちょっと頑張って取っていただいて、まあ、こっち方面もかな。ちょっと資源を取れるところに関しては取っていただいて、で、はしごをちょっと下に伸ばそう。下にはしごを伸ばしますよと。あ、いいね、結構いけてるね。じゃあここも、はしごを伸ばしていって、ちょっと下にね、これ種があるから、ちょっと種いただきましょうか。掘り起こして育っているところはね、もう種にいただきましょう。このスペースにちょっとベッドを置きたいから、ベッドスペースを確保していこう。これぐらいかな、一旦。で、できればちょっとタイルの方も貼っていきたいから、地面ね、タイル張りにしよう。さあ、じゃあこれでね、ちょっとスピード上げていきましょう。で、タイトルの通りね、酸素がないよってことなので、まあ、酸素をね作っていかないといけないと。酸素を作るためには、まあ、施設の方が必要で、例えばね、これ人力で発電する施設だったりね、作らないといけないと。ただちょっと鉱石が足りない。鉱石取らないとな。この先に鉱石がある。ここまでちょっとね伸ばそう、道を。ありがたいね、しっかりとこちら伸ばして開拓していただいて、で、アイテムのチェストボックスになるものがあるので、このね圧縮装置みたいに
格納庫か、うん、これで一応圧縮してね物を入れることができると。まあ、今だとねそうだなここら辺かな、うん、ここら辺入れちゃう。この場所も、うん、で気をつけないといけないのがね、なんかろ過媒体だったかな、汚染された物質があるはずなので、それはねなんか入れると他の物質も汚染されてしまうっていうものになるらしいので、ちょっとそこ気をつけよう。で、最初にね寝るところだから、これねベッド一応3人だから3つ置いて、さらにちょっとこれ開拓してと。さあベッド先作って、でトイレのね建築もしていかないといけないから、トイレをねここの下らへんかな、ちょっと掘り起こしてね伸ばしていこうか、この辺り、うん、ちょっとさらに下に伸ばして、まあここをねトイレコーナーにしていこう。ここかな、うん、一旦ちょっと階段もね伸ばしていって、ねトイレはそうだなここらへんからにしようかな。ちょっとこれ掘りすぎだな、掘りすぎた時はキャンセルしてと、うん、まあこれぐらいがトイレコーナーでもいいかも。ここもさらに掘って伸ばしてと、うん、まあこれぐらいあればどうかな。一旦鉱石もちょっと取ってるか。で酸素を先に作んないとだな、酸素作るためにはまずは電力の確保をしないといけないと。電力はねこれ人力で走れますので、これを1個置いて、でさらに必要になってくるのはバッテリーで、バッテリーと人力の発電機をくっつけて、さらにバッテリーがあるのでこちらね酸素を供給する機械を設置と。でもちゃんとこれね電気を伸ばさないと電力が来ないので、しっかり伸ばしてと、うん、これで一応ねここで人力で走ることができる、まあ施設をねなんとか1個できたと。さあそうだな、ちょっと一回どうしようかな、ここキャンセルにしちゃおう。トイレ、次は仮設トイレをなるべく最優先で建てたいので、まあここ取り急ぎね頑張って作っていただきましょう。さあこれで1人、乗ったと、うん、であとは、まあ、電池がね電源と、まあ、材料があれば酸素を作ってくれると、うん、さあ問題はここだな、仮設トイレ。あとは仮設トイレができれば一旦のところはちょっと落ち着くんだけど、あと他に作らないといけないところ、こうね微生物を分解して食べ物にするっていうねものがありますので、こちらも作って、さらにこれも電気が必要になってくるのでここまで伸ばしてと、うん、あトイレ行けそうだ。トイレトイレと、トイレがねどこだったかな、ちょっとゆっくりめにしよう。トイレを探さなくちゃ、仮設トイレっていうのがあるはずなんだけど、あー覚えてない、あれ仮設トイレがないな、もしかしたら能力値が足りなくてとかで覚えてないのかな、あれないよね仮設トイレ、あったこれだ、うん、これをね置きましょう。これをすることによってまあ食べ物、寝るところ、あとはトイレ、うん、一応これで一通りの施設が、まあ、基本的なところが出来上がったと。さあ今日もゆっくり休んでと、明日朝一で多分トイレ作ってくれるかな。であとはね食べ物もちょっとねこれ命令出しておきましょう、2つぐらいかな。まあねこの腐った土、まあ泥みたいな泥状のものを使って食べ物を作ると、うん、まあただね水が必要になるから、水の施設までちょっと開通しないといけないと。今だとまあここに水があるから、ここまでね道を伸ばしていくのが、まあ、一番手っ取り早いかな。ひとまず、ここら辺かな、うん、伸ばしていって、で地面がね抜け落ちないようにタイルも張っていこう。
うん、これで一旦 OK かな。さあ入れてるね、土とかも。ただ水がないから、まず微生物に関してね、作ることができないと。さあ仮設トイレ完成。これでトイレもね、やっと行けるようになったと。で、あとはね、ちょっと種とかね、いろいろ落ちてるので、ちょっとそこら辺をね、回収していこうか。あ、みんなご飯食べてるね。うん、あ、トイレ行きたいって言ってる。1個しかトイレもないからね、ちょっともうちょっとしたらもう1個トイレもね、建築していこうかな。この横とか、まあ、こっちにもね、さらに伸ばしていくのもありかもしれないと。で、あとはこの場所ね、ホリホリした後、水のところまでちょっと手が伸びないかもしれないので、はしごを伸ばしておこう。さあちょっとアイテムの整理もね、しっかりしていただいて、あと他にすることは、まあ、一旦トイレのところを掘り返して、水飲み場まで、まあ、道をね作るってところを、まあ、優先しようか。でタイルも貼っていただいてってところ。さらにあとはちょっとここね、植物ちょっと掘り返しちゃおう。あ、回収できそうだ、回収しちゃおう。うん、ここまで掘り返して、種に関してはね、なるべくちょっと入れておこう、ボックスの中とかに。どうかな、掃除、掃除で回収、うん、掃除で回収と。あ、やばい、水が来てる、これはまずい、やってしまった。急いでタイルで補修するんや。あ、トイレが埋まっちゃった。やっちゃったな、これ。一番やってはいけなかったことをやってしまったようだ。あ、私の仮設トイレが埋まっちゃった。こうなったら仮設トイレ壊した方がいいかな。そうだね、仮設トイレを水没して使えないからな、解体。タイルどうしようかな。こっちまで本当は伸ばして使おうと思ってたんだけど、ちょっと待ってね、これ一回キャンセルしようか。ここもう水飲み場にしちゃおうか。ここちょっとトイレ別で作んないと。仮設トイレ一回こちら辺に仮設で本当にもう一回作っとこうか。失敗しちゃったな、やっちゃった。ギリギリいけるかなと思ったけど、いけてなかったね。仮設トイレここに、じゃあもう一個お願いします。まあわざわざこっちから行かなくてよかったから、どうだろう、手間としてはどうかな。これどうなんだろうね、微妙なことしちゃった気がしたんだけど、一回これキャンセルしとこう、はしごは。さあ酸素がね、今1個しかね作る場所がないので、まあ別のところ、もうちょっとねこう酸素作れる、まあこの人力の発電機ちょっと作ろうか。そうだね、もうちょっと作ろう。で微生物のとこに水を運んでると。ただこれ水漏れないかな、これ以上大丈夫かな。ここまで水位は上がってるけど、まあなんとかギリギリになってるかな。いやー、ほんとまさかね漏れちゃうとは思わなかったからびっくりだった。仮設トイレ結構いいとこ作ったはずだったのにな。一旦ここで、しばらく様子を見ようか。この下に仮設トイレ作ってもいいな、まあ、またはこのトイレの横とかこちら辺とか。ただトイレは結構みんなねまめに行くからな。仮設トイレもう一回作れるようにちょっと場所をねスペース考えようか。で水がここにあるでしょ、一旦こっちまで掘って、まあ、このスペースかな、なんかもうみたいなのもあるし、一旦こっちでお願いしてみよう。で、はしごも伸ばしてと。で、まあ、ここ掘り返したら、ここの仮設トイレを、まあ、潰して、こっちに移動させると。そうだ、あとね、他に必要なもの、研究施設が必要なはず。上ってこれ、二酸化炭素か。一応ね酸素があるところって見えるんだよね。あ、でもほとんど酸素なんだ。で二酸化炭素が少しあるんだね。寝てるところはちょっと二酸化炭素になっちゃってると。研究施設をねちょっと建てたいんだけど、施設をねどこに置こうかな。
この鉱石はもう少し、この鉱石はこの何だろうな、自分をこう消費して酸素を作り出してくれるので、今ちょっと回収してないんだけど、ここがね、まあ、もうちょっとでなくなる。あ、水かさが上がってきてない？大丈夫かな。水かさ上がってきたらここもやばいんだけど、これ大丈夫かな。一旦ちょっと封しといた方がいいかな。タイルで1マス分ぐらい、2マス分ぐらいちょっと封しとこうか。これで多分ここまでが水位だから、溢れたとしても大丈夫じゃないかな。一旦ちょっと、うん、命令だけ出しておこう。ただ人手がやっぱ足りないよね。みんな忙しい、やること多いよね。電力も作らないといけないし、あ、トイレね。やっぱ水位上がってきてるわ。ちょっと優先度上げよう。ここ先にタイルさえ作ってしまえば、あの水没する恐れはなくなると思うから。さあ、ただ材料がある。あ、水汲んでる。水の量多いからな、これ。ここ溢れてきたらえらいことになるから、急いで早いところ。これあ、ん、なんか回収してたの。寒かったみたいだね。あ、配達してる。やばいよ、水位が上がってるってなってくると、もうこっち壊した方が早いんじゃないかな。ここら辺、ここら辺壊して、なんか水位をさ下げられんかな。あ、やばい、上がってきてる。誰かなんか作れない？採掘、配送、建築。建築家がね今こっちに夢中だから、ちょっとルビーさん、あの食事とかちょっと置いといてもいいかも。ルビーさんは食事を優先にしちゃってるから、食事がね、これちょっと字がちっちゃくてね見にくいんだけど、作業修理、発電、ね、研究、肥料、芸術、料理。あ、これだ。ちょっと一回ルビーさんキャンセル。先に建築とか、あの命令お願いしたい。そっち行っちゃうか。あー、そっち行っちゃう。ここここ。ルビーさんこっちお願い。行ける？あ、シェイプさんが今なんか材料運んでる。あ、石を運んで、あ、材料運んでるだけ。あ、ルビーさんが寝てる。ちょっと待って、人が来た。この人に託すかも、こうなったら。あ、採掘もできる。この人結構優秀だね。この方にお願いしようかな。うん、レベル6か。こっちの人も確かにありがたいけど、能力値的には平均的な方をちょっとね、バートさんお願いしましょう。バートさん、もうここ水没しそう。あ、バートさん料理してる。そう、バートさん料理の人だった。ちょっと料理後回しでいい。先にここどうにかできんかな。材料が足りないかな、もしかして。ねえ、材料足りてない感があるな、やっぱ。ちょっとなんか掘れたりしない？ここら辺とか。あ、なんか作ってる。あ、よかった、なんか作ってる。タイル作ってる、よかった。これで最悪大丈夫。あー、助かった。ちょっと水かさが減ったね。うん、ちょっと掘った関係もあるかな、もしかしたら。これで一応水に関しては大丈夫で、この状況でやっと料理だわ。1、1、1と、まあ3人一応料理ができると。で、芸術できないでしょ。研究できない。研究施設をそう建てようとしてたの。この先研究施設にしようかな。研究施設をね、そうそう、ね、研究施設がこれだ。これを建てると、うん、研究台。研究台も電源が必要なので電源引っ張ってこよう。これね、引っ張って、で、さらにちょっと酸素を作るために、またこれ人力の酸素、まあ電気引っ張るために人力、うん、もう一個ちょっと作りましょう。で、こちら掘り終わったら、あの酸素の方ね、もう一個置いてみましょうか。大気中の酸素量ってどうなってる？
あ、ベッドも足りない。そっか、新しい人来たから。で、トイレに関してはね、今こういう感じか。二酸化炭素がトイレに、まあ今溜まってると。うん。さあ、新しい方のね、ベッドをね、設置しようか。家具。これね、うん、ベッドと。さらに他の人来た時用にもうちょっと掘っとこっか。で、タイルもできればちょっと増やしたいから、タイルと。うん、これぐらい。で、研究施設を建てたら、まあ、研究者の方にね、研究してもらいましょうか。まだ電気は通ってないけど、最初に農業、ここから順番に行ってみましょう。さあ、あとはね、種とかもちょっと、うん、取っていただこう。仮設トイレね、ほんと仮設で作ってあるけど、早いところ本当の場所に作りたいな、仮設トイレも。で、掃除して必要な材料をね集めよう。うん、さてと、あとは電力を伸ばすだけか。うん、ケーブルを伸ばせば一応研究もスタートできると。さあ、ちょっとここね、タイルちょっと入れちゃったからね、一手間になっちゃったけど、まあ、でもこれで 100% 溢れることはなくなったし、あの水もなんだかんだでここで止まったね。さっき危なかったもんね。ここら辺まで来てたから、本当に溢れるのも目前かと思ってたけど、なんとかなってよかった。さあ、仮設トイレ。もう一個ね、仮設トイレを作ろう。仮設トイレ。あ、そうだ。マッサージも作んないと。これね、マッサージのベッドを作ることによって、ストレスが緩和されると。で、タイルを伸ばして、ここら辺かな、ここら辺にマッサージベッドを1個2個ぐらい置きたいんだけど、ここまで置けないか、1個ぐらいしか置けないから、マッサージベッド。そうね、次はちょっとマッサージのベッドを、ちょっと作れるようにしましょうか。場所がね、ちょっと今空いてるスペースがここ空いてるけど、まあここでもいいかもな、マッサージベッドとか、あとあの走るランニングのやつね、ランニングのやつ1個あるけど、バッテリー今1個だもんね。もうちょっとバッテリーもね置いていきたいな。バッテリーをじゃあここにもう1個で引っ張ってきて伸ばして、まずこれで大丈夫かな。さあ、みんなね仕事頑張ってるけど、そうだね、研究員が1人、あの人手がねそっちに行ってしまうので、やることちょっと少なくなってるかな。待機中の酸素とかも大丈夫だよね。うん、今のところ大丈夫。あ、ここも酸素があるんだね。まあまあ、ここも酸素と、ただトイレがえらいことになってると、二酸化炭素と。呼吸負荷なんだね、やっぱ下の方は。まあ、酸素ができるものが何もないから、まあ、呼吸がちょっと不可能な感じになってると。さあ、一応仮設トイレここにあるけど、まあ、なんとか仮設トイレでもね、苦しそうだからな、この下、まあ、もうなんかちょっと拾って戻るみたいな感じになっちゃってるか。まあここに酸素のやつを1個置いていくのもありかもしれないよね。なんかトイレあまりにも呼吸困難だったら、バッテリー一応ここにあるし、そうなると配線、電力で電源伸ばしていこうか。なんかトイレのところもそのうち汚染物質の何かしらの施設とかにするのもありかもしれないから、一旦これで様子を見よう。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。